横浜指寺教会横浜指寺教会は、神奈川県横浜市中区尾野江町にある日本、キリスト教団の教会。1859年10月、ジェームス・カーティス・ヘボンは、アメリカ長老教会から宣教委として、日本に派遣された。夫人を伴っての来日だった。1874年、東教会は、ジェームス・カーティス・ヘボンにより、ヘンリー・ルーミスを初代牧師として、 館内居留地に設立された。指地とは、旧約聖書にある地名、人名の城であり、ヘボンの出身教会名でもある。最初の街道その後、何度か移転した後、現在地に移ったが、当時の教会道は1923年9月、関東大震災で倒壊した。現在の教会道は1926年に再建されたものであり、現在は、 横浜市認定歴史的建造物となっている。2000年12月、創立125周年記念事業の一つとして、スイス、マティス社のパイプオルガンが設置された。関東大震災で崩壊する前の指示境界北緯35度26分50.3秒、時計139度38分0.4秒。 北緯35.447306度統計139.633444度35.447306139.633444 13日本映画さらば危ない刑事警察の重要物保管所の外観として登場したありがとうございます